はい、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。稲富修司君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたっては次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。1、 PFI 事業を推進するにあたっては民間が担うことによってコストの削減とサービスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。 2、 PFI 事業の実施にあたっては国民の安心及び安全に十分留意し、提供される公共サービスの水準が維持向上されるとともに、地域経済の活性化に向けて地元企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び地方公共団体が責任を持って管理すること。3、 PFI 事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施に生かすこと。4、 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。5、株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金の呼び水の役割を果たすという設立の趣旨に鑑み、設立以来拡大してきた業務が民間企業及び地域金融機関の活動を阻害することがないよう留意するとともに、民間インフラ投資市場の形成を延長期限内に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案に対し付帯決議を付することに決しました。この際、本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。委員長。岡田大臣。ただいまご決議をいただきました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。